ジン・バーゲアの曲で、サニーサイドフィーリングでした。先ほど本当に失礼しました。久々のこういうホールなもんで、題名を本当ド忘れしちゃったんですけれども、よく僕は題名をド忘れすることの他に曲順を間違えたりなんかするときありますんでね、今日はまだ題名を間違え忘れるぐらいで本当に良かったと思うんですけれども、こういうふうに僕らって割とホールコンサートっていうのは比較的まだ歴史が浅くて、ライブハウスっていうのはほとんど主流でありまして、去年の暮れぐらいからこうやってホールでできるようになったんですけれども、まあ僕らの特色っていうのはこういうところでどんどん出していかなきゃなんないなといつも思っておりますので、こうやってただこう一方的に演奏だけじゃなくてですね、ちょっと喋りの部分でもね、お遊びみたいなことやっていきたいなと思ってるんですが、もう本当にシーンと聞かれてて何をやっていいかわからない雰囲気でございますけれども、こちら東海地方は非常にカシオペア来る機会が少なくて、本当に申し訳なかったと思うんですけれども、ちょうど東京と名古屋というのにピューンって光号で行っちゃいますもんで、本当に行けないなと思いますので、その分の、今までのこう、やってなかった部分を含めまして、一体カシオペアというのはどういうバンドなのかと、それのところを徹底的に解明してみたいと思うんですけれども、まずこうやって、曲の演奏をじゃんじゃんやりますが、曲の間に非常に余興的なものをよくやるんですね。またシーンと聞いて、おあいつ何やるんだろうなって、かなり期待に胸を膨らせてるか呆れてるって感じですけれども、普段はこうやってインストゥルメンタルのバンドですから、はい皆さんこんばんはカシオペアですって終わっちゃうと思ったら大間違いでございまして、いろんなことを今日もやりたいなと思ってるんですが、最近考案した、一つの音楽的な分析の結果なんですけれども、皆さんもよく知っているモチーフを使って面白いことができるんじゃないかなって言って、いいですかノロ君ちょっとやってて僕、あどうぞさん、ありがとうございます。あーららこらら先生に言ってやろっていうフレーズ知ってますか。静かですね本当に。またなんだあいつはって感じでございますけど、ちょっと遊ばせてくださいね。あーららこららってな、あ違います、このキーはちょっと難しいんで Am なんで Dm に変えてみたいと思いますけど、非常に単純なコード進行なんですが、これが実は非常に長く変わるっていうのを最近発見しまして、こういうご家庭でも楽しめるジャズっていうのを特集組んでるんですけれども、こうやって、ありがとうございます、これをですねちょっとコード変えるんですね、グッときませんこれ、ね、これは F7 ってコードなんです。 Dm から普通はあららこらさりげなく言ってしまうんですけど、実はここにわーく来ますね、来ませんかなんとなく、それでその次にまあ普通ですとコード1個しかないんですけれども、これがこれは Em7 に9と11って音を足してるんですね、ミース、あ、いいですかもうちょっとやってもラブいいですね、この A7 のオルタードコードですかね、これで、これをつなぎますと、このように非常に簡単なモチーフでも楽しめるジャズ、いかがなもんでしょうか。いろいろあるんですけれども、本当に1個しかコードのないこの、よく学校でですね、あお前先生に言ってやろうなんていう会話が生まれた時にもジャズの心大事ですね。それじゃあ、お家へ帰りましたらこういうのもいろいろやっていただくと思いますけど、それじゃあ、くだらない話はこの辺にしてまして、次の曲行ってみたいと思いますけれども、はい今のコードですか、非常に簡単なんですけど、 Dm7 F7、 ここが一番肝ですよ、これを Am なんて言いますとダサいって言われますので、 Em11 です、これは F、 これはありますからオーギュメントですね、非常に難しいですね、この辺は難易度 C でございますけど、そんな感じでございます。はいそれじゃあまたまた後ほどいろいろ鉄腕アトムとかやってみたいと思いますので、次にどんどん行ってくださいますか。あまりこういうのやりますとね、今日のカシオペア面白かった、あららこららと鉄腕アトムだけだった、そう思われるといけませんので、カシオペアのオリジナルとっくり聴いていただきたいと思います。新しいアルバムからスマイルアゲイン。